はいどうも、長坂レモンです。本日紹介する機はこちら、ババーン、エクスプローラーのラクドスミットレンジになりますね。はい、まあ今環境、まあなんならパイオニアかな、パイオニア環境も含めてブイブイ言わせてるデッキだと思うんですけど、はい、まあそれはもうね、パイオニアでブイブイ言わせてるデッキ、パーツのほとんどがエクスプローラーにいるんですよ。はい、まあいないカードもちょこちょこあるんですけど、あるんですけど、まあバチクソに強いということで、今回こちらの方をデッキ紹介していこうかなと思います。はい、でまあ今回あのラクドスミッドレンジに新しく追加されたカードはベールのリリアナですね。はい、まあもともとラクドスミッドレンジ環境トップではあったと思うんですよ。はい、まあ除去も多くて、まあミッドレンジのカードもうそもそも税欠とか侵入者とか骸骨がイカれすぎてて、もう何でもできた形ではあったんですけど、まあそこに新戦力のベールのリリアナが追加されたことによって、まあ除去とハンデスの性能の磨きがかかったって言えばいいんですかね。はい、になってるのかなと思います。はい、でまあ今の環境的には、まあベリアナが入っているリスト入ってないリスト結構あるんですけど、まあデュレストが含めてちょっとハンデス多めが多いんですかね、パイオニアとかでも。はい、そしてまああのパイオニアだってエクスプローラーにないカードなんですけど、2マナのソーサリで、まあ、クリーチャープレンズウォーカーの除去っていうのがないので、まあ、その悪をちょっとアンガースの暴力と、ライストに書いてある形です。はい、まあ、なんで稲妻の一撃かっていうと、まあ、あの同じ役目なんですよね。まあ、結局あのクリーチャーとプレンズ療法は両方ともに対処したいカードっていうことで、まあ、初期中性が高いプレンズウォーカーは落とせないんですけど、まあ、でも一応あの欲しかったのはインスタントで死が落とせるサイズの火力であるってことで、はい、まあそういうのもあってライスト採用してあります。はい、で、まあ他にもね、追加されたカードとしてはやっぱりヤバーですかね。はい、なんか入っているリスト入ってないリストちょこちょこあったりして、まあ結構幅が広いんですけど構築の。はい、ただまあやっぱりあのプラスで、トークン生成ができることが偉いことと、ラクトスって思ったよりハンデスとかして、スペル使うんですよね。はい、まあハンデスだったりとか、まあこういう除去プッシュみたいな除去とか使って結構あのカード使うってことで、サイズも結構上がって爪切り性能が結構高いっていうのが非常に強力なのかなと思います。はい、まあ他にもね、候補としてサイドボードに入れてるんですけど、シールドレッドが入ってるパターンだったりとか、絶望将来が入ってるパターン、まあ絶望将来はどちらかというとサイドかな、対ミドタンストンピー用、ミドタンストンピーとか緑タンランプ用のカードみたいな感じで入ってることが多い気がするので、はい、まあ、あの結構今の環境で戦ってるカードがそのまま使えるっていうのが非常にでかいポイントなのかなと思います。はい、まあ追加で作んなきゃいけないのが、まあ今のスタンやってる人前提、前のスタンやってる人前提だったらちょっと話が変わってくるんですけど、まあ黒草かっこいい、まあ毒六滝チャンドラカリタスぐらいかな、あとは年かな、リアリティが高いところはっていう感じなので、はい、まあ非常に、強力かつ、まあ今までのスタンで見たことがあるやつらしかいないというね、うん、スタンで見たことあるやつら詰め込んでみましたみたいな、そんな感じのデッキなんで、はい、非常に作りやすくて強力なデッキなのかなと思います。あとあのヤーグル版のプッシュが可愛いですね。うん、あの最初あのスタイル変えて、あれプッシュないなーって探しててっていうのがあったんで、まああのそういうところあるんですけど、やっぱりヤーグル版プッシュも可愛いので、こういうの非常におすすめですね。はい、というわけで、ここはちょっとした宣伝になっております。9月24日ですね、9月24日土曜日22時より、私の3周年記念と、6000人、チャンネル登録者数6000人突破記念の、配信、とつまち雑談配信やろうと思っております。はい、まあとつまちということで、まあ今回もね、ちょっと申し訳ないんですけど、まあ活動者、動画投稿者、配信者だったりとか VTuber の方限定でとつまちをしようかなと思っておりますので、はい、まあ、そちらの方でね、ぜひとも私とおしゃべりしたい方、ぜひ、よろしくお願いします。はい。おしゃべりしたい方ね、ぜひとも私の Twitter DM、まあ、Twitter のリプ欄、ないしは、ここら辺のね、まあ、動画の、ね、コメント欄あたりで、言ってくれれば、すぐそちらの方にね、なんか私のサーバーの方にご招待いたしますので、できればよろしくお願いします。はい、というわけで、本日この時使ってランクマッチやってきました。勝率的には、結構高いですね。まあ、5戦4勝。で、1敗は、パルヘリオンシュートに2マナのインスタント除去を引けなかった。てか、2マナ以下のインスタント除去を引けなかったからですね。はい。対戦の方へ、どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、キープでいいかな。うん。
プッシュ構えながら、あー、これは、パルヘリオンシュートですね。パルヘリオンシュートなんですけど、3ターン目にはライストを構えなきゃいけないですね。3ターン目にライストを構える動きをしなきゃいけないので、ベリアナが飛んできた時は本当に重いんですが、まあこれしかないかな。ただ、今のところ落ちてないので、まあこの忌まわしい回収で落ちる可能性全然あるんですけどね。落ちたカードにないと。なら次のターンは全然大丈夫かな。ベリアナ飛んできましたね。これどうしよっかな。思うのがこうなんだよな。墓地の侵入者を落とされたくないので、これは双剣山かな。墓地の侵入者を落とされたくなかったんで、多分こっちの方が強いはず。もう一枚パルヘリオン控えた上でシガが出てくるのであれば終わりなんですけど、終わりなんですけど、これは土地かな。いや、プッシュか。そう、エシカの戦車とか使えますからね、相手の方も。これはハンデスして侵入者殴りよりはグーワの方が強いかな。グーワでトークン出してあげるのが一番強そうな気がします。まあ一応こっちはクロフサとかがいるので、まあベリアナのハンデスに対してはある程度なんとかなるのかなっていう印象はありますかね。まあ相手がマイナス打ってくるかどうするかっていう形ではありますけど、まあマイナス打ってくるのであれば、クロクサ落として侵入者でベリアナ殴りに行く。まあ消えるから殴る必要なくなるのか。まあプラス打ってくるのであればクロクサ落とせばいいので、ウィザーブルーム、オッケー。エシカの戦車をどうやってしばくかですけどね。まあこれは黒草処理でいいかな。まあエシカの戦車殴ってきたら、まあ 2-2 でブロックしながら致命的な一押しとかでも悪くなさそうですけど、まあ殴ってこないのであれば、これはもうバグベアも切るかな。殴ってこないのであれば、こうですね。これは、一応、死が落としといた方がいいです。ディアニカードも入ってくること結構多いので、しっかりと死が落としてあげましょう。ブロックの仕方なんですけど、なるほど。まあ、そのブロックの仕方してるのであれば、いいか。22が1体残ってしまう形にはなるんですが、今のところ OK ならプッシュ1枚だけ構えた状態でクロクサ出してあげるのが強いと思います。これベリアナから捨てるのはこっちにできるんで、そんなに悪い状態ではないですね。あと宝物からね、打てるので、ほい、宝物から打てるんで結構楽になりそうかな。霊柩車まで来たんでさすがに勝ったかなと思います。まあこれはベリアナをしばきに行って、で、まあ霊柩車まで置いちゃっていいでしょう。相手からベリアナもう一枚でハンデスとかならプッシュ落とせばいいですし、そうじゃないなら別に特に問題ないので、声大差にて投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ後手ですけどキープですかね。ショックインから囲いから入るかどうかをちょっと考える形でいいと思います。向こうから囲いが飛んできましたね。ラクドス、まあ黒タンの可能性も全然あるかな。まあ囲い抜かれてあれなら、これマジ見づらくなったな。2点ペイかどうかっていうのを前まで見えたんですけどね。
マジで見づらくなりましたね。あ、これもう一回飛んできて、ベリかチャンドラか、あ、ベリアナの方持ってきましたね。ほい。まあチャンドラまでは綺麗に動けそうな気がするので、うん、どうしよっかな。サイコツはまだ出さない方がいいかな。うん、ベリアナとかが飛んできた時にサイコツ当ててっていう動きで問題ないと思うので、これはもう霊柩車ですね。なんかすごい重い、私のアリーナだけかな、なんかめちゃくちゃ重いんですよね今。うん、囲い2発、まあその分で相手のライフ結構削れてるんで、あんまり問題はないかなと思います。そうですね、できれば先導車チャンドラぐらいまで行ってっていう動きが必要だとは思うんですけど、てか相手盤面にクリーチャーいないなら先導車チャンドラ普通に通りまくってゲーム終わりそうな気もしますけどね。うん、これ私の方の問題な気がするな。なんか重いんですよねすごく。うん、こっちの侵入者、まあやっぱりこの辺出てきましたね。なんかすごく重いんですよね今。私の回線の問題か、そういうわけではなさそうなんですけどね。うん、マジでめちゃくちゃ重くて、これ1枚で止まることなんてほぼないんで、これは自分の墓地食いましょう。うん、わざわざ侵入者に捕らえるぐらいなら霊柩車の中にぶち込んどいた方がマシなんで。でこれはまあチャンドラ、いやここに4点与えるのちょっと嫌なんですけどね。うん、なんでちょっと嫌かっていうと、これ実は残しときたいんですけど、うん、残してはおきたいんですが、どうしてもね、こいつプラスから打ったとしても次マイナス打てないので、それならちゃんと切った方がマシですね。シェオルドレッドとかその辺ちょっとめんどくさいので、うん、シェオルとか考えると実は取っておきたいんですけど、あとまあ黒タンはね絶望将来がっつり飛んでくるんで、うん、盤面にクリーチャーか、あー、まあまあまあ残忍な騎士は残忍な騎士、こんなに悪くはないかどうかで言ったら結構悪めではありますけど、まあここ2つとも取りましょう。あー税血ちょうどいいところが来ましたね。うん、プッシュも構えれますし、ただまあ向こう側のプッシュはまあ乗って、まあ殴ってあげてでいいでしょう。霊柩車に対してプッシュとかも打てますからね一応相手で。どうしよっかな、ルーターをするためにちょっと手札を残すかどうかを考えるべきな気がしてますね。まあ落とすか、落としましょう。プレインズウォーカーあたりが欲しいですけどね。まあもう一ターンエンドですね。霊柩車起動させちゃうとちょっとめんどくさいことが発生するんで、それならしっかりとしていった方がいいと思います。ただ大食いはちょっと嫌だな。まあ自分の墓地食うんですけど、まあライストがちょっと弱めなんでライスト捨てますかね。まあ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 霊柩車とかもあるので一応まだ受けれはしますね。あんまり受けたくはないというか、除去飛んでくる可能性めちゃくちゃ高いんで霊柩車のアクティベートはあまりしたくはないですけど、まあまだ4点とか全然受けますからね、受けれますからね。全然大丈夫ではあります。あとはまあ大食いがライフゲインはしないんですよ全然、なんでまあまだまだいけるかなという印象はありますね。
土地置いたんで絶望将来を打ってくるのであれば霊柩車アクティベートで、まあ2点受けワンドローで済む話にはなりそうですね。そうですね、うん、まあ何もないなら何もないでこのままちょっとゆっくりしてってほしいかなっていう気もしますしね。うん、身に殴る手段もありますし、あー、これ私の方のサーバーが重すぎますね。 なんでこんな重いんだろうな。絶望将来飛んできた、危なギリギリですね。アクティベート、ここここ2点、まあ殴れはしないので相手、うん、殴れはしないんでこれはこうして、2面追放のこれでマストブロックですね。うん、マストブロック、あー手札残す意味ありはするっちゃする、ないはないですね。うん、一応除去構えっぽく見せておくのもいいかなとは思います。まあ、もう一発絶望将来飛んできたときに、まあ、バグベアアクティベート未確認霊柩車っていう手段が使えるので、まあ、向こうはそんなに強い動きはできないんですよ。ベリープラスは打てないはずですよね。うん、まあ、バグベアアクティベート霊柩車アクティベートですね。まあ顔で残忍な騎士がここで相打ちの、置くメリットがあんまないか。そうですね、置くメリット今なさそうなんでこのまんまでいきます。うん、かっこいい。これで2点入りましたね。オッケーオッケーオッケー。まあこういう時に囲い使ってくれたのはやっぱりさっき手札抱えてたかっていうのがあるので、うん、ただ霊気体はちょっとやだな。廃墟でバグベア割ってきますかねこれ。あ、まあ全然ありますね。うん、あとは再起ある霊気体をなんとかしばけるカードと何かしらが欲しいですね。まあプレインズウォーカーが一番ありがたいですけど、ベリアナプラスまでいきますか。いきそうですね。うん、なんで捨ててないんだ。ペイのほい、液体とかしっかり落とした方がいいので、まあ、これはエンドでいきましょう。うん、ベリアナプラスも打ちづらいはずなんで、てか なんで落としないの。あ、でも相手の手札ゼロになってるから、これあれか、なんかバグで残ってますね。うん、これは相手の侵入者が嫌すぎるんで消します。あ、こっちの侵入者引いたんで勝ちですね。うん、あとは霊柩車に乗って殴って勝ちですね。うん、ほい、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいたら分かる通りね、基本的にはまあ除去しながらガンガン詰めていくっていう、まあオーソドックスな形が一番強いのかなとは思いますね。はい、
まあちょっとね私の撮影環境なのか今のアリーナが悪いのか分かんないんですけど、ちょっと回線の不調があってもう一本ぐらい動画撮りたかったんですけど撮れなかったのがちょっと悲しいところではあるんですが、まあそれでも強みっていうのは見せれたのかなと思います。はい。そしてね、まあ今回対戦とかでも当たったんですけど、クロタンとかも今めちゃくちゃ強くて、まあやっぱりスタントの違いっていうのはこの最強ハンデスカード思考囲いを使えることになるのかなと思います。はい。もうこれ使えるだけでね、クロタンとかラクドス系統のバリューっていうのがめちゃくちゃ上がってるっていうところも含めて、まあ、今の環境非常に強力なのかなっていう印象ですね。はい。で、本当は改良幅いっぱいあって、4コスト域も今回この5枚にしてますけど、まあシェオドレッドを入れるパターンだったりとか、そもそもカリタスの枚数増やす、この辺のヤヤとかソリンとか抜いてっていう動きもあったりとかして、本当にいろんな形が組めるのかなって思います。はい。まあ固定枠は多分囲い4、税血4、グーは4くらいかな。うん。他は結構、バラバラに分かれてる印象はありますかね。それと、まあプッシュの枠ですね。私はプッシュにしてるんですけど、デュレス、脅迫の可能性もあったりとかして、今の環境だと囲い4、脅迫2ぐらいが主流なんですかね。まあそんな形で、そういうのもあったりとか、あとメインから霊柩車が1枚ぐらいは入ってる印象はあるので、はい。まあ環境的に墓地メタっていうのはしっかりしといた方がいいのかなと思います。この時は侵入者と霊柩車の計4枚ですね。みたいな形で、まあしっかりその辺の墓地メタとか対象していくのが非常にいいのかなとは思います。はい。まあ今のスタンのカードプラスアルファぐらい、まあアルファって言ってもちょっとレアリティ高いところはあるんですけど、まあ前のスタンやってる人からするとね、まあ持ってくるの血の墓所とかこの辺のタイタンとか、まあ骸骨の巨人クロクサとかそれぐらいだと思うので、はい。まあ致命的な人としてこれレアっぽく見えますけどアンコモンですからね。はい。まあそういうのもあって、非常に強力なデッキだと思うので、よろしければ皆さんぜひ使ってみてはいかがでしょうか。というわけで、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。まあ、次回もよろしくお願いします。それでは